あ、マイク。あれ。マイク。どうした。ツンツンポイポイの喧嘩ラジオ Z。どうしました、どうしました。始まりましたね。ツンツンポイポイの喧嘩ラジオ Z。ね。今日は、すいません。ザオくん。どうしました。いや、あの、はい、ゴブワングランプリってどうなったんすか。ゴブワングランプリね、ゴブワングランプリ ね、 ね、あれどうなったんすか。あれどうなったんすかね、ゴブワングランプリ。魔族さんがぶっちぎりの1位だったのに。あれ、あれ、そうや、どうなったんや、ほんまに。あの、僕3時間ぐらい調べたんですけど、なんもないです、あれ。そうやな、そう。ゴブワンっていう言葉自体がなくなってました。確か1年やってトータルの人をレイなんかね、番組に呼ぶみたいなんで、俺らが1やったけど魔族さんが抜いてそれを死守したまま番組は終わってるけど、どうなってんすか。でアシスタントの人を卒業しました、うん、いやもう終わってるやん。多分もうゴブはなかったことになってます。いや、去年のヤーレンズさんで終わってます。魔族さんのせいか。そうかもしらんな、うん、上の人がな、何やこいつらってなったんやろ。SM アカンってなったんかな。もしかしたらね。ゴブワングランプリあったな、そういえば。そう、俺も確かにツイッターで急に流れてこんようになったなと思ってて。うん。ぶっちぎりすぎだっていうのもあるかもね。ほんまやね。僕らが200何本で1位やったけど、魔族さんが680ぐらい出したからね。もう誰も語れへん。そうやな、ぶっちぎりすぎて試合にならんかったやな。可能性もありますということでね、131回、はい、喧嘩ラジオ Z 131回ですな。131回です、はい。はい。今日はね、リモートですよ、はい、久しぶりの。そうなんです、久しぶりにちょっとリモートでね、やらさせてもらってます。ね、はい。皆さん、どちらからですか。はい。太郎はですね、はい、今日はオリンピックの選手村から、ちょっと。あ、もう終わったのに終わったのに、はい、まだ、なんか残りがあるかなと思って来たんですけど。残りが、はい、なんかそう、選手とか遊んでへんかなと思って。誰もいないです。遊んでへんっていうのはどういうことですか。いや、なんかこう、浮かれた外国人選手とか、綺麗な外国人選手が遊んでたら、なんか一緒にちょっと遊ぼうかなと思ったんですけど。綺麗な外国人を性的目で見てるってこと大丈夫ですか。まあ、ちょっと問題なってやつですよね、今オリンピックでね。そうです、はい、はい。はい。日本人とやりたすぎるっていう外国人選手が多いと。いや、そうじゃないですよ。はい、太郎さん、そんなことよりももっと大きい問題なんですよ。何が、お酒飲んだとかいうやつですか。違います違います、女性アスリートを性的目で見るっていうその国民たちが、国民というか人間が、はい、あ、それがやっぱね、そういうものじゃないと、スポーツっていうのは。はい、ということで、ある国がね、もう女性のね、ユニフォームも、もうそういうの、なんていうの、ピチッとした新体操やったっけ、はい、あれピチッとしてるじゃない、あれをもうそういうのもなくしたというね。困るな。いやでも僕はスポーツとして見てるから。ほら、やっぱほら、ほら、だって、ピチッとしの動きにくいでしょ？ね？だから困るな。藤原の藤本さんが言うんやったら、まあ、そっか、確かに。太郎さん、顔面がね、完全に別人になってますんで、今。今日ちょっと寝起きでね、ちょっとむくんでて、はい。どんな寝方してんねん、それ。すいません。レンガにもたれかかって寝てたんじゃん。いやいや、首強なるわ。うん。いや、わし、首強なるわ。うん。顔。その時の顔もなんかおもろないねん、もう、そのなんか。顔でかいからや、ってやつね。うん、ありがとうございます。え、じゃあ、太郎さん、選手村からということでね。はい、選手村から、ちょっと、はい、ちょっと、ピピュッとね、してね。だから、やめろ、言うてんねん。すいません。問題になってるっつって、もう、国際問題になっとんねん。うん。暗視カメラで撮ったりとかするから。はい、ちょっと選手村から、ちょっとサインとかも書いちゃったりして、ね、お送りしていきますんで。うるさいな。じゃあギャルさんお願いします。どちらから。レベル制限 A 地区から。前 B 地区やったよね、はい、何やったっけそれ。ゲーム遊戯王カード。あ、遊戯王か、そうか。それ俺らが通ってない遊戯王や、むし。ギャルさんがね、今日皆さんどちらからですかって言った時にうわーっていう顔して、うん、そうやって、うわー忘れてたみたいな。で、アリネタで、もうほぼアリネタですね、今日は。アリネタのね、こすってきた、ちょっと変えたバージョンできましたね。ね。これでもギャルさんだけじゃないから、俺もやばいと思ってるから。いや、そうやね。いや、俺も思って。
ね、もうだってオフィス以外言葉今出えへんからな。どちらからですかって言われて今もうオフィス以外答えられへんから。そうやで、うん。ちょっとね。じゃあ、ギャルさん、B、B 地区、D 地区。A 地区ですか。あ、A 地区ですか。A 地区からね。なんか敵とかがいるんですか、いないんですか、そういうとこじゃないですか。そういうとこじゃないですね。あ、そういうとこじゃないですね。レベル制限されてるんですね。なるほどね。はい、わかりました。A 地区からお送りしてください。じゃあ、ザ・オノ君は、どちらから。僕はセックスセンターから今日お送りします。いや、なんか揺れてるもんね、今日。はい、今日縦揺れで、みんなセックスしてるんで、今。はい。しかも、はい、ザーが揺れてるってことは、上ってことやもんな。ザーが上で、まあ、太郎さんも今日言ってたけど、はい、ザーが上で下、江谷さんです。いや、やめろ。これがセックスシティの、セックスシティ言うてもうた。セックスセンター言うたのに、もうセックスシティになってもうたわ。セックス&ザシティじゃなくて、セックスシティ言うてもうたわ。明日、僕らの師匠と言われてる江谷さんですか、ね、はい。現在朝9時ということで、そうなんですみんな満身創痍でやっております。はい。これから数時間後にギャルさんが、これを編集してアップするというね。あるな、みんな命がけでございます。はい。今日はギャルさんの負担に少なくするよう、あんま良くないワードとか言わんように。そう、今日。できる限りね。2時からライブなんですよ。じゃあ、それまで話さなあかんねや。わかった。協力しますか。いやいや、でも僕らそういうアホやからさ。はい、やっぱ、まあ、歯止めが効かんからさ。そうなんだ。僕らね、頭のネジ1本外れてるから。うん、そう、できる限り出さんように頑張っていこう。はい、頑張っていきましょう。ということでね。まあまあ、今もなんとなし、今のいけるやろ。なんとなしなわけあるか。ね、さあさあさあ、はい、何かありました？はい、あ、それこそ、あなた、ゆうら、ライブの話したらどうですか？そうですね、ライブ、この前やから、あれ、なんだっけ、バイオレンスシティやで、セックスシティちゃうで。シティ違いでございます。シティね、配信で見てくれた方もいるかな。お客さん初めて入れて大喜利で。ね、で、前回のバイオレンスシティがお客さん入れなかったんですよね。ほんで、今回、初で入れてみて、やってみて終わったのが、お客さん入れた大喜利、むっちゃ怖かったっていう。いや、本当にね、なんていうか、あ、僕の声聞こえてる？大丈夫？あ、全然入ってますよ。はい。ね、一番印象に残ってるのがね、あくっちゃんが全飛びするっていうね。あの台本も全部あくっちゃんがびっしりそのコーナー9まで書いててさ、流れも全部書いてたあくっちゃん。3、4時間前に入ってな、打ち合わせもバッチリして。バッチシやって、だって知らんやろ、俺、3時集合つ、いや、ほんと4時集合やけど、あくっちゃんは3時から来るっつってて、だから3時それで、協力できる人来てくる、特にズンポイとかは早めに来てほしいっつって、じゃあ俺らも3時に行くわっつって、俺いざ着いたら2時半やってさ。あ、めっちゃ早いよ。そう。で、一番乗りで。で、はい、まあ、ほんまにね、阿佐ヶ谷ロフトの、スタッフさんいてやだよね。ね、スタッフさんと二人っきりでむちゃくちゃ気まずいっていうね。どう振る舞っていいかわからんっていう時間を約、で、ほんまにみんな3時ジャストに来て、太郎さんに行ったって3時10分とかに来たからもう。あの時はね、あくちゃんむちゃくちゃね、その調子良くてね。ああ、そう、調子良かったよ。よし、やったるぜみたいになってて、いや、太郎来る前でね、なんか、おにぎり食い出して4つぐらい。ああ。ちょっと飯食うわみたいなって。うん。ザーちゃんってさ、よくよく考えたら、俺より先輩なんだよね、つって。うん。あ、まあまあまあ、そうやな、つって。じゃあ、俺結構失礼なことしてる？ひょっとしてさ、後で、いつか俺を、ボコボコにするとか考えてない？言われて。俺、そのノリしてきたから、うん、ああ、まあね、ってこう、まあまあまあ、いつかね、みたいな感じで行こうとしたら、うん、殺すよ。俺、殺すよ、普通に。と、普通に言われて。え？俺まだ何も言うてへんやん。マジで殺すよ。俺そんなの関係ねえから。なんかもうたぎっててさ、意気揚々としとって。それでいざ本番始まったら、うん、もう全飛びで、オープニング、あくっちゃんと俺らで出てって、そうやね。それで、普通にむちゃくちゃ感謝のお礼しまくって、もうその、バイオレンス感がゼロになって思うて、皆さんこんな時期に来ていただいてってむっちゃ頭取って、それで、とりあえず座ろうかっつって、ね、俺ら3人座って、それで、はい、額付けと、真空ジェシカ、川北くんがちょっと出られへんくて、
そうやね。で、ガク君だけおって、で、もう袖スタンバってるのにさ、こう、呼ばへんっていうな。それで太郎が、え、ちょ、呼ばなくていいんっつったら、大丈夫大丈夫、ちゃんと後で呼ぶからつって、もうでも飛んでるから、わ、それも適当に言ってんの。そうそうや、もうその時はスロットからあかんかって。そう、ほんで、じゃあ早速始めましょう。一つ目のコーナー出してくださいっつって。で、袖でもう、あの、もうなんか、学付けの船引くんとかみんなもう顔も出てんね、出てて、ちょ、俺らみたいな言ってんのに、バイオレンス大喜利とか始まって、えーとか言うし、俺らも拍手できへんね。え、ちょ、待って、つって。ちょっと学付けとかおるからっつったら、まずそのバイオレンス大喜利っていうのが前回やったのが、ああみんながそのいろんな変装して、もうやってられるかこんなんっていう流れやったのに、うん、それも全部飛んでるから、普通の大喜利始めちゃってさ、バイオレンスって名前ついただけで普通の大喜利始まって、で呼んでっつって、でみんなも、え、着替えんの今みたいになってて、え、もう着替えてから出んのみたいになってんから、あくっちゃんもう汗だくでさ、あ、ごめん、呼ぶの忘れてたとか言い出して、いや、出てきてくださいって学付けとか出てきて、で、挨拶して、で、ああみたいになりだして、あくちゃんが、うん。で、あ、なんか飲み物頼んだがよくないですかって木田くんが言って。そしたら、あ、わかりました、一回頼みましょうみたいになって、で、頼んで、で、もう乾杯とかも言われへんねん、もうなんかもうわけわからん状態になってて、でもう僕らでなんとか、とりあえずか、そうそう、乾杯してから始めましょうか。そうやね。それでみんなで乾杯、あの、木田くんが仕切ってくれて、はい、あの、乾杯始まって、うん、で、まあ全然いい感じになって、何度か盛り返して。それでまあ、案の定、普通の大喜利始めちゃったもんやから。バイオレンス大喜利、じゃあ早速一つ目のお題、こちらって普通やってて。それでもこれあかんと思ったから俺が、大喜利なんてやってられっかよつって立ち上がって。それで、女あくちゃんが、あ、そうや、そういう大喜利やったみたいな感じになって。でも俺、もう無理やり俺が吐けて、それに続いてみんな行ってみたいなんで、ちょっとずつこう、軌道修正していくみたいなね。あくちゃんが、もう、尋常じゃない、溺れるぐらい汗かいてて。すごかったな、あれな。脱水症状起こすかっていうぐらい。それで、あの、まあまあ、これ別に言ってもいい話やねんけど。まあ、全然大丈夫だからね。その日の夜にね、もう終わって、ライブ全部終わって、その日の夜深夜3時や。そうそう。急にあくちゃんがグループ LINE に、あの、LINE してさ、39度、6分出てます、そうそうそう、今熱が。やばい。多分コロナです。本当にすいません。これ今日来たお客様すべてに連絡しようと思いますみたいな来たから、うん、でも案の定みんな寝てるやん。奇跡的にその一瞬の物音で目覚める僕がおったからさ、パッとすぐ見て、いやいやまだコロナと決まったわけじゃないから、それアナウンスしたらあかん、とりあえず病院行こうっつって、それで2時間後ぐらいになったら37度まで下がりましたみたいな。なんか分からへんけどどんどん熱下がってて、これとりあえずまだ熱ある状態で病院行ったら、もうちゃんと、PCR 検査とかしたら、あの、陰性っていうか、もうコロナじゃないと、なって、で、いざ調べたら、なんか違う症状やったらしくて、そう。すごい。あの、お客さんの前で、喋ったら熱出るみたいな。そう、極度の緊張で熱出てんって。知恵熱みたいなことですかね。ああ、まあそういうことなのかな。そう、でもあくっちゃんが俺向いてないわ、みたいなって。そうそうそう。ネタとかやっちゃダメなんだなみたいになって。それで丸く収まってんけど。そう。で、全然大丈夫やと思う。極度の緊張で39度6分まで上がってん。いや、おもろかったね、そのね、途中からね、お客さん帰っていただいて、そうそうそう、8時までに帰っていただかないといけないから。ね、ラスト1時間で、お客さん帰った後にね、あの、みんなむちゃくちゃ生き生きするっていうね。そうやね。もうそうやね。の思いのほかあれやな、びっくりしたのが、そのスタッフさんもお客さん帰った後の方が声出して笑ってたな。そうやね。なんかつってな。やっぱ久しぶりの、なんかやっぱみんな身構えてたんかな、なんかな、いやいや、ちょっと。まあまあお客さんも入ったからね、その。あ、そうやね。思ったより入って、すごい、うん、すごい、なかなかな空気で。まあまあ、どっぷり3時間ぐらい大喜利やらさせていただきました。ありがとうございます。ちょっとね、まだあの、見られてない方いらっしゃいましたら、8月17日まで、アーカイブありますんで、配信の。はい、あの、明らかに途中から生き生きしだした時が、無観客になったっていうのはね、すごい分かりやすいと思いますんでね、ぜひ皆さんご購入よろしければ、どうぞ、ということでね。お願いします。あとその前に煉獄もありましたね。煉獄ね。はい、煉獄、あの、ムーラちゃんにね、お会いすることができましてね、そうそう、ちょっとまあ、ね、ドキドキしながらあったんですけどもね、あのね、なんの、あの、本当にね、っていうかね、もうご本人の口から言いましたよ、あの方がね。はい、あの、プロレスやから。
それで、ブロックした理由もね、俺に実は教えてくれてん。はいはいはい。まあ、これはまあ裏の話やから言われへんねんけど。はい。うん。まあまあ、なるほどね。はい、まあ、仕方ないかっていう、仕方ないかというか、はい、まあ、そういう考えもあるなっていうブロックの。別に俺らがムカつくとかそういうわけじゃない。そういうのじゃないっていうね。うん、っていうのと、あと、まあ、これ、いろいろ話聞いていてね。はい。というか、まあ、その、ムーラちゃんとこう喋ってますとね。はい。それ佐野くんから聞い、それ佐野くんから聞いたわっていうワードがすごいのよ。もうね、そうそうそう。ね、噂で聞いてね。そう。実は、黒幕がな。その、投げさん、なんか、洗脳されてん、その、なんつうの、誰かが無理やりそういう流れに持ってってんじゃないのっていう。まあ、っていうかもう、俺いろんな 人から言われたら、いや、多分佐野さんが悪いぞって言われて。それで、あえて佐野さんをいじるような流れをすると、なげさんが、いや、佐野くんは悪くないと。俺ライブに呼んでくれたりとか、ネタする場を提供してくれてるから、佐野くんは悪くないんや、つって。いや、おかしいですよ、あなた。あの人があなたを焚きつけて、プロレスをプロレスじゃなくしてるんじゃないですか、つったら、みたいな感じなんで。いや、まあでも、って、あの人、まあボケるからさ、いやでも、やっぱり、佐野整体師はやっぱり僕にとって、ってこう、なんかその、整体師っていう呼び方して、やたら昔、洗脳する整体師おったやん。鷹の花を、鷹の花を洗脳した。その感じをボケしてきて、やっぱそう思ってるじゃないですか。これなんかね、コーナーでもね、嫌いなもの誰か、あ、嫌いな人誰か、みたいな。うん、あーそう、ムーラちゃんクイズみたいになって。そうそう、で、中島がね、シーチキン頼んでしょって言ったら、いや、それはないって、もうなんか。そうそうそう。いや、絶対嫌いやんみたいな流れをめっちゃ持ってきたな。ずっとボケたりしてたのに、急にいや、それはない。絶対にない。急に。投げさん、あんな感じになって、いやいや、ちょっとなんか、もう、はい、なんていうか、佐野さんから話さなあかんと思ったな。もう、あれは配信がツイキャスは1週間とか出たかな。もう、もしかしたら見られへんかな。もう見られん可能性があるか。はい、ああ、そっか、この、そっか、そっか。ムーラちゃんさんの、壮絶なピンネタもありますんで、すごい。めちゃくちゃおもろかったな。めちゃくちゃおもろいピンネタもね。あれ、あそこでしか見れへんやつだから、もうそっか、変われへんか。結構変えた方はお得やと思います。みんな面白かった。うん。うん。コーナーはまあコーナーと呼べるかどうか分からんけどおもろいと思います。いや、っていうか、煉獄や、なんかすごいね。うん。もう、ちなみに煉獄のしばっちゃんも、柴田ボンクラさんも、汗あくっちゃんぐらい書いてたけどな。書いたな。だってコント、な、ほぼアドリブ やっとったからな。ユニットでコントやって、ほぼアドリブっていう、相方さんがもう弾いてたからな。そうやね。うん、そうなんです。アドリブで、ね、アドリブやのに、むっちゃ早く来てるしな。何の練習してんねん、じゃあ。俺らに練習見してきたからな、なんか。こうすんねん、練習は、みたいな感じのな。むっちゃうるさい。帰りチューされたからな、俺、しばったら。最高だ、お前はっつって。口のちょっと横にチューされたわ。しばっさん、おもろいな、いろいろね。うん、今後、もっとまた一緒になったら、いろいろ。ね、また煉獄。すごすぎるから。ねえ、あの人過去がいろいろすごい話で、ああ、むちゃくちゃおもろいね。なんかそれをもっとやっていこうぜって リボンズさんも、ね、もっと出していったらね、やばい話多すぎるから、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございますな。あ、ちょっと待って、なんかギャルさんと太郎同じなんだ背景、ね、なんか多分新しいなんかで更新したんで背景いじれるようになっていじれるけど、なんなんそれ。同じオフィスにおんねん俺らだから。自分らだけオフィス使って、俺だけ縦長の部屋で。縦長の極厚の部屋でな。うん。ということでございます。はい、さあ、じゃあね、行きましょうかね。はい。朝ですしね。そうですね。もちよく行きましょう。はい。では、太郎さん、いつもの行っちゃって。真夏のプチピストン。よいしょ。よっ。真夏のプチピストン。さあ、先週から、復活した企画でございますね、はい。真夏のプチピストンということでね。はい。まあ、夏の風物詩にしていこう。そう、夏はもう、プチピストンでね。夏はプチピストン、秋は勝負飯。冬は、勝負飯。春は勝負飯。夏が、プチピストンということで。なんかわからんけど、冬はもう鍋ばっかなりそうやな。
まあ、締め飯とかね。締め飯鍋の最後何で締めるか。鍋締め飯とかね。いいね。いろいろ分かれるもんね。そうそう、麺がいいか、雑炊がいいか。クリスマス飯とか。どっかでバズるかもな。クリスマス飯。めちゃくちゃおもんないコーナー。もうそれなしでええやろ。クリスマス飯でもチキンとか。別に。2、3人とも料理人でもないのに。そうや。飯ばっか、レシピばっかを募集して。変態集団やんけだな。変態。ね。これはまあ、マラソンプチピストン。ね。ね、プチピストン、今回もたくさんいただいておりますので、早速読んでいきましょう。はい、行きましょうよ、ガンガン。ではいきます。ケンカラジオネーム、はい、工事現場丸蔵さん。お、出た、丸蔵くん。ポリポンジョックスあざき。何やろこれ。何やろな、まあ、面白いな。まさにプチピストンバーニングアローやね、これは。ポリポンジョックスの後、点ついてあざきやからな。そうやね、点があんねんな。うん、なんか。ねえ、なんとか忍者、あざみみたいなね。あざみ、あ、まあ、あざみね。女忍者アザミみたいなね。ポリポンジョックスアザキ、ね。どっちも存在しなさそうという。あ、ホリプロ5年目佐々木とかどうですか。ちょちょちょ、別にええよ。あ、ごめんなさい。そんなん、別にや、そういうやつ、そういうのやってるやつじゃないね。すいませんでした。そうそんなんやるやつじゃない。それやりだしたら次のやつから全部なんかやる。やめやめ、ごめん。だって、あなた今目パンパンで視力ないでしょ、今。視力ないんすよ。視力ゼロに等しいでしょ。はい。目屋にめっちゃついてるんで。赤ちゃん猫やん。赤ちゃん猫。いやまあ多いけど、ね。捨てられた赤ちゃん猫やん。赤ちゃん猫め取らへんもんね。やめてくれ。はい。ということでございました。はい、工事現場丸蔵さんありがとうございました。ありがとうございます丸蔵くん。さあ続いていきましょう。はい。ケンカラジオネーム、はい、虹色ゆまくさん。ゆまくさんありがとうございます。シャカバッタドゥンゾー。シャカバッタドゥンゾー。シャカバッタドゥンゾー。シャカは漢字でね。うん、バッタドゥンが。だからね、象は蔵ですね。シャカバッタドゥンゾー。シャカバッタドゥンゾー。なんかいいね。ほんまに意味のない、なんかいいね。いいね。人間、なんか人、人物なのかな？なんか神様とかかもしれんよ。可能性もあるね。銅像みたいな感じでね。ああ、まあそんな、そうやね。あ、その像ではないか、でも。ああ、そうや、ね。像の像やから、人の可能性があるな。虹色マークさんありがとうございました。ガシガシいきますんでね。ガシガシいきましょう。これ意味がないですからね。そうですよ。掘り下げても仕方ない。続いていきましょう。ケンカラジオネーム、ふわふわのパンケーキさん。ふわふわさん、ありがとうございます。パラリロトッペン。なんかかわいいね。かわいい。トッペンっていうね、サッカー選手いますからね。あ、いや、有名な人ね。パラリロトッペン。あ、いいですね。パラリロトッペン、いいですね。ふわパンさんらしくないですか、なんか。わかります。なんかね。前回もそういう感じでしたからね。そう。ぶったんばったんぴっぱんみたいなね。そう、なんかかわいいやつやね。いいじゃないですか。うん。ね。いいじゃないですか。天狗塩ネーム、パンケーキ、ふわふわのパンケーキさん、ありがとうございました。ます。さあ、続いていきましょう。いきましょうよ。ケンカラジオネーム。はい。ぐちょぐちょおめこさん。これでいいけどな。まあまあ、もうそうやね。これはまだいけるやろ。うん。いや、違う違う、もうこれでもいいもんな。もうプチピストンがこのぐちょぐちょおめこでええもんな、もう。さあ、いきます。はい。ドヌエンアヌンベラロッソ。イタリアみたいな、スペインとかイタリアみたいな。フランスのね、なんか俳優さんみたいな。なんかね、ドヌエンアヌンベラロッソ。なんなんこれ。意味はないですね。いや、いいですよ。いいです、いいです。いいです。ぐちょうめさん。ぐちょうめさん、ありがとうございました。はい。さあ、続いていきましょう。はい。ゲンカラジオネーム、フェラッチオ・オルゴールさん。なんだこの並び。名前だけ聞いたら、ここだけ聞いたら、やばいで。海ぶどう、デブ・ヤン・バルクイナ。海ぶどう、デブ・ヤン・バルクイナ。デブ・ヤン・バルクイナ。なんでデブついてんねん。デブ・ヤン・バルクイナね。いやいやいや。全部沖縄ですからね。そうやね。デブも沖縄ですか？まあまあ、沖縄の人、ステーキむちゃくちゃ食うからね。ああ、そうやね。そうそう、飲んだ後むちゃくちゃステーキ食うからデブですよ、ね、全員。めっちゃ食うねんな、あれな。佐藤も言ってた。佐藤も言ってた。ステーキはむちゃくちゃ多いねん。ね、なんとかソースが有名やねんな、ステーキのなんか。ああ、そう。なんかあるやん、OS1 みたいな名前のソースありますよね。あとむちゃくちゃでかい弁当ばっかが売る店あるからね。そうなんや。すごいとかあんねん。そう、むっちゃ安いね。500円とかで2、3キロ食えるっていう。あの、大自然の佐藤は、米軍の基地でピザ売ってるらしくて、バカでかいピザ食ってたらしい。入っていいねんって、米軍の基地。ロジャー？
ロジャー、そうそう、本名ロジャーやねんな。そうやねんな。かっこよすぎるやろ。沖縄行きてえな。行きたいっすね。沖縄行きたいっすね。沖縄収録いつか僕ら人気出たらいつの日かね。そうですね。金属さんについていって、あの、あ、ほんまや、沖縄のライブにね。ほんまやな。うん。可能性は今のギャルさんが頑張ってくれればなきにしもあらず。 6% ぐらいありそうやな。 6% ありそうやな。 6% は引くぞ俺。ということでございます。フェラチオールゴールさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いていきましょう、はい、喧嘩ラジオネームアナルスープレックスさん。出たアナス。あ、アメリカンマッドブレインショーン・ブラッド・ジュニア VS、うん、ハイパー・ルチャ・クリエイターエル・スパルタルトス。なんて分からん分からん。ちょっと待って、これどういうこと。もう長くて分からん。これあれですね、タッグマッチですね。ああ、そう、プロレス的なこと。これ多分続けて読まん方がいい。もう一回いきます。はい。アメリカン・マッド・ブレイン。はい。ショーン、あ、ちゃうわ。1対1やわ。アメリカン・マッド・ブレイン、ショーン・ブラッド・ジュニア VS、うん、ハイパー・ルチャ・クリエイター。エル・スパルタルトス。ちょっと分からんわ、やっぱ。おるんか、これ、ほんまに。いや、分からん。まあ、異名ですね。まあ、でもありそう。ちょっと、でも、初めて意味が出てきたな。アメリカン・マッド・ブレインが異名で、ショーン・ブラッド・ジュニアがその人の名前か。多分この流れやと。ハイパー・ルチャ・クリエイター、エル・スパルタル。まあ、なんかいそうやね。ルチャっていうのは飛び回るね。ああ、はいはい、あの空中戦みたいな。そうです、ルチャドールっていうね。エル・スパルタルトス、ね、いそうやね。プロレスやっとんな。ほんまやね。まあ、話す、うん、プロレスやっとるわ。ショーン・ブラッド・ジュニア。なんか結構、正規軍っぽいね。ショーン・ブラッド。結構ジュニアってつく人多いですからね。なんかよく聞きます、それは。めちゃくちゃおる。ということでございました。はい、チャボ・ゲレロ・ジュニアとかね。わかんないです。ごめんなさい。それも書く、プチフィスの？チャボ・ゲレロ・ジュニアもプチフィスの？チャボ・ゲレロ・ジュニアほんまにおった。多分亡くなった。それと同じようなことやね。なんか僕らにはわからんから。ドスカラスジュニアとかね。あ、それちょっと知ってるかも。はい、アナギありがとうございます、アナスーさん。アナルスープレックスさん、ありがとうございました。ちゃんとプロレスできたね。さあ、続いていきましょう。はい。ケンカラジオネーム、はい、薬人間さん。お、薬人間、初めてですか？初めてっぽいね。ね、わかんないですけど、薬人間じゃないですか。あ、薬人間か。毒人間じゃなくの逆で、薬人間ね。なるほど、なるほど。ですね、はい。いきます。はい。冒険王ビートたけし。やらん。あ、でも何か分からんけど、たけしさん、冒険王でもええからな。まあそうやね。こんな、いいとこ、ね、みんながもう思いついたけど、別に言わんかった、これ、いいとこ行きましたね、これ。冒険王ビートたけし。はみ込んで出てそうやもんね、昔。出てそう。あ、ほんま出てそうやね。うん。旅ビートたけしの話やめろ。ごめんなさい。ごめんなさい。高木払いの話やめろ。おもろすぎるからな。おもろすぎる。大喜利強すぎるっていうね、実は。あいつ前シャンクスの格好してたしな。ということでございました、はい。役人間さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いての、プチピストンが本日最後ということでございます。送ってくださったのは、ケンカラジオネーム、ババアのゲロさん。ババゲロさん、はい。ポルチオバルクパンプパンプキン。ポルチオって言うてるやん。ポルチオってな。ポルチオ言うたらあかんよ。で、ね、ポルチオバルクパンプパンプキン。ポルチオバルク、バルクパンプパンプキンでポルチオがちょっと消えかかってるから大丈夫やけど。うん、ポルチオ言うてるな。ポルチオ言うてんねん、これ。間違いなくポルチオ言うてるわ。言うと、でもまあ、パンプ、あれが後ろについてくれてるから。ねえ。ポルチオ言うとんな。ポルチオええねん、もう。あ、ごめんなさい。ということでございました。ババアのギロさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけでございまして、真夏も釣ってるんでね。じゃあ、タカさん。はい。いやいや、藤本さん。ああ、はい、藤本さん。本日のベストプチピストン、急に発表してもらっていいですか。あ、そうっすか。先週言ってないのに。はい、ほんまっすよね。はい、でも、今回ズバッと刺さったのありました。あ、じゃあお願いします。はい。今週のベストプチピストンは、冒険王ビートたけしでお願いします。これ満場一致でしょ。僕はポルチオでしたけど。ちょちょ、ポルチオはいい。何べんも言いますけど。はい。10回ぐらい言うな。ということでございましてね。はい、来週も。真夏なんでまだいきますよ。まだ真夏なんでプチピストンやりますんでね。はい、皆さんね、どしどし。応募お願いします。
します。ほんまに秋になったら勝負飯来るかもしれないから、皆さん勝負飯も一応考えておいてくださいね。そうですね。秋の味覚なんで、せめて来てもらった方がありがたい。こっちは。ね、栗とかサンマとか。ね、楽しい、松茸もあるしな。ああ、いいですね、松茸ね。おこわとか多そうやな。まあ、ちょ、待って待って、違う。まだそれやってへんねん。はい、まだ勝負飯募集してへんねん。まだプチピストン、まだ真夏。プチピストンなんで、まだ真夏でございます。はい、ガンガン送ってください。ということでございます。以上、真夏のプチピストンのコーナーでした。ありがとうございました。喧嘩ラジオではコーナーメールも募集しています。アドレスは、喧嘩ラジオ@gmail.com。喧嘩ラジオ@gmail.com。来週のコーナーは、真夏のプチピストンバーニングアローです。突如普通オタに送られてきたプチピストンバーニングアローという謎のワードのみのストロングスタイルのメール、このメールのようなワード一撃なメールを送ってください。夏のとついてますが特に意識しないで大丈夫です。喧嘩ラジオは基本的に月曜日に収録しているので前日の日曜日中に送っていただけると助かります。皆様のメールお待ちしております。メドローは別のお願いします。あメドローアシックスセックスセックスアシックスシュートボールプチピストンみたいなことでね、フォートボール森谷、それはオールね森谷さん、ね、前の名前、はい、ほんまジャルマーココレイスって言おうとしたけどおもんないやろ別にええよそれでも。ジャルマーココレイスってインターネットで検索したらゼロヒットって出るからあのグーグルでゼロを叩き出してん、まあ、オリエンタルラジオさん方式な引っかからんように名前にするって言って作ったっていう、そのオリラジさん当時そうやったん。そうそう、なんか被らんような名前にしたいということでいろんなやってオリエンタルラジオっていうのが意外に何も引っかからんかった。ジャルマーココレイスは思いくばんかったってことか。じゃあまあ、うん、思んないと思ったんちゃうオリエンタルラジオさんも思んないと思ったんちゃう。ジャルマココレイスそっかさあということでございまして、こちらも行きましょう、はい、行きましょう。喧嘩ラジオメールのお時間でございます。さあ今日もたくさんのね、今週もたくさんのお命名いただいております。気合のお命名をいただいてるんで読まさせていただきますね。夏休みスペシャルということでね。あ、そっか、みんな夏休みね。教育ラジオが夏休みスペシャルでしたから。あ、そうですね。はい、酒飲みながらやってたで。そう飲みたいだけ、スペシャルって飲みたいだけじゃん。酒飲みながら、ようわからん、もうなんかもう上田がはぁ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 言って、喋りたすぎて何回も声と声ぶつかってたからな。しかも確か遠隔でやってたから、ズームかなんかで。途中ずっと小田が、やりません。やりませんだけ、もうそれしか返さへんか。何がスペシャルったからな。でも上田ずっとはぁはぁ言いながら、なんとかやりません。何がスペシャルやねん。ただのズームのみやん。パシューってちゃんとむちゃくちゃ言おうとしたからな、ビール開けてるし。ただのズームのみやないか、そんなもん。では読んでいきます。はい、1件目ですね、はい。僕の声、引き続き聞こえてますか、はい、全然大丈夫です。大丈夫ですね。はい、じゃあいきます。件名。はい、初中お見舞い。あ、はい、どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもお世話になっております。はい。酷暑が続きますが、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい。最近、白玉団子作るのにハマってる虹色油膜です。お、油膜さん。水入れてこねて煮るだけですぐできるっす。ほう。冷やして小豆やら缶詰果物ぶっかけて食うとうまいっすよ。夏のデザートいいじゃないですか。いいですね。家で食う感じですね。なんかね、そうですね。先週のギャルさんのドラムスティックの話がびっくりするぐらいテンプレイキリインキャで高評価好感度爆上がりしたっす。それで思ったんですけど、太郎さんとギャルがガチ喧嘩したらどっちが勝ちますか。ルールは前田光雄方式を採用。はいはいはい。同時刻に同じ町に着き、服装はいつもの普段着で、太郎さんは腰にジャラジャラつけてスピア乗ってていいし、ギャルさんはドラムスティック装備でいいです。ごく普通に街を散策する。途中で食事するもよし、酒を飲むのもよし。やがてごく自然に出会う二人、ごく自然に決着と。あまり気にならないけど、お願いします。あまり気にならないっつってるやん。気にならないっつってるやんけ、もう。前田光雄方式ですよ、知ってますか？これ、前田光雄って何ですか？すごい柔道家です。あ、
本当にいて漫画とかじゃなくていらっしゃいました、これ、ほんまの話で、これはバキのやつをそのまま採用してますね。バキでその前田光代方式をやろうっていうのがあって、前田光代、前田光代か、コンデコマって言われてたね。あのどっかの国でコンデコマって言われて、なんかどういう意味やったかな。なんか とにかくもうむちゃくちゃ強いのよ。2000試合無敗ぐらいの。すごいよ。無敗ではないかな。で2000試合ぐらいは。まあ、でもすごい人ね。これは前田光代方式っていうのは、その、街を普通に。要するに、ギャルさんと太郎が普通の生活してて、ばったり会った瞬間にもう戦いが始まると。なんだ、それ。モハメド・アライ・ジュニアのとこっすか。時やったっけ。あれ死刑囚編、死刑囚の時やったっけ、バキの死刑囚終わった後、死刑囚終わった後か、お普通に出会ったらバトル開始って感じの、うん、でも今僕がパッと見る限りギャルさんと太郎同じオフィスおるから、もう初めていいんじゃん、同じオフィスおんで、なんかドラムスティックで太郎バチバチに芝居で、うん、IT の会社みたいなジャラジャラスピアに巻きつけてどっか走っていったら、そうスピア、そうやねん、スピアあるからな、わし。スピアで跳ねる？スピアで跳ねる。スピアで跳ねてきたらギャルさんどうする？どう戦う？俺がスピアで。そうやな、それもちょっと気になるな。いやーっつってんねん。車輪にドラムスティック刺しますね。あ、ほんならそのスピードで勝手に自然と宙に浮いて、太郎さんは、いやーって言いながら、川落ちるんかな。でも、道具側に落ちて。ドラムスティック折れるんちゃう？スピはあのあそこに刺したらどうやろ、まあ、確かにな、速度もすごいもんな。あ、バットとかじゃないから、ドラムスティック折れたらどうする？折れたら俺が叫びますね。なんでなんで叫ぶ？もう一回言って。折れたら俺が叫びますってギャルさんが言ってる。なんで叫ぶ対決になってるの？しかも嫌な叫び方やったで。イエーっていう、なんかもう嫌な叫び方やったで。ドラムスティック。じゃあこれ勝負はどうだ。ああ。いや、勝負どうでもええわ、マジで。うん、そうだね。ほんまにあまり気にならないけどって言われてるし。結局最後、俺がそこ行って、うん、この、巨足、巨大な足と書いて巨足。セミが止まったと。あれ、むっちゃビビったで、昨日。セミが止まった。夜中3時やで。巨足。なんかおるなと思って、その自転車、夜中自転車、あの、肝活出て休憩中3時に、自転車を移動させようかなと、店側に寄せようと思ったら、はい、なんか暗闇で、なんかパッて見たら、セミやってん。ちょっと足当たったら、サラーッその場で、低空で飛び出して、うわっと思った瞬間、サラーッピトッって止まって。巨大、巨足に。歩いたもん、俺、そのまま。豚鼻巨大豚足。俺のだから豚鼻巨大豚足でスピア叩き割って、ドラムスティックも叩き割って、二人をもうむちゃくちゃにして、セックスシーン連れていくから。いやもう嫌やってそこ。そこ嫌やなって、男しかおらんやん、今聞いてる中。もっと女の人とかいないと。江谷さんがずっとなんかぬるいお湯に入ってんの。なんでやねん。このぐらいがちょうどええわ、言うて。そんなんでやねん。ぬるいお湯は何やねん。で出てきた後に絶対言うねん。ちょっと冷えるな。風強いなって言うねん。いやもう外ドラム缶の。いやそこは行きたくないです。僕らはそこは行きたくないです。じゃあもう俺のことバカにすんな。はい。そうだから。もう戦いもしないです。じゃあその前田光代方式、うん、やめろ。無駄な争いやめろ。無駄な争いで、あまり。戦ったところで二十郎ゆまくさんも気にならないみたいから、どうや別にやめときます。何がお願いしますよね最後。なんでお願いしてんねん、おかしいやろこのメールね。ということでございました。二十郎ゆまくさんありがとうございました。ね、白玉言いたかっただけやろ。ほんまやな、勝負飯やん。勝負飯言いたかっただけやん。勝負飯やんけ前半。さあ続いていきましょう、はい、件名過去と現在を行き来するメール。お小野さん、新立さん、太郎へ。私は呼び捨てやな、俺だけ。まあ、ええよ、ええよ、先生。私は先々月ほどから第1回を聞き始め、今現在、2020年4月15日に YouTube へ提出された、喧嘩ラジオ第62回を聞いている、ネーム、四角い三角と申します。四角い三角さん。あ、初めて。以前送ってきてる人や。
ほんますか、四角い三角さん。多分。ありがとうございます。以下、書き起こし。うん。小野さん。うん。今日の国内感染者数300人やって、ほんまやばいで。うん。太郎、やばいよな。うん、でも専門家は500人まで行くのは想定内って言ってたで。うん、そうやね。また、500人が想定内？世界終わるやん。私、うん、今日の国内感染者は、うん、感染者数は14,207人やで。今そうやからな。世界はどうなりますか？はい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 。というふうに来ております。そうやな。まあ、だって東京だって10何人、20人とか出て、うわーってなってたのに、もう今やもうバグってるもんな。これだって、ねえ、ほら、この太郎さんにも言ったやん。俺がちょうど2年前、はい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 、定例会。はい、無限大ドーム1か2であって、定例会のオープニングのね、あの MC でマイルさんと俺ら喋ってた時、俺が言ったでしょ、日本国民すべてが1回感染して、でそっからもう1回考えないとダメなんですって2年前に僕言ってたでしょ。あれが現実味を帯びてきてるからな。そうなんです、すごいね。まあでもそんな中でも、あの宮さんだけは、俺だけはならんっつってるから。あ、宮さんだけじゃないよ。あと、かまぼこさんも言ってる。そう、あの鬼はね、ワクチン、鬼はあのコロナにかからなくなってんだよ。覇王みたいな二人が。だから、あの、なんやねん、あの二人。あの二人怖いね。なんか知らんけど。そうやね、あの二人、世代も一緒やし、怖いね、二人。以前ね、夜、ね、新宿で、ね、外吉に絡まれた時もね。あ、そうそう、ライブ終わり挨拶しててね。ね、かまぼこさんがちょっと行こうとしてね、カッてなって、お、なんだなんだなんだ、お、やろうぜ、みたいなって、かまぼこさんがアップしだしたところをね、こう、宮さんが止めるっていう流れありましたけど、右手一本で止めるって、落ち着きなさいっていう。その奥に、あの、ピンクさんが佇んでたからな、外吉からしたら、まあ、怖いやろな。まあやな、外吉もちゃんと見て、喧嘩売らなな。灰にされるで。あ、ほな、野沢さんみたいなガリガリのババアみたいなのもおるしな。おるし。で、パッて見たらなんか、スーツ着てるな、ゴルフってやつもおるし。そうやな。どうなってんねん、あの、メンツ。ゴルフおるし。ほんで、一生腹筋割れてるとこ見せてくれへん、クラッシャー住田とかおるし。外吉より外吉やんけ。お前やな、キモい集団やな、あれ。おうまあまあ、そんなことはいいとしてね。世界はどうなりますかということで。はい。まあ、だから、新たな。こんな我々は分からんけども。太郎さんはどうお考えですか？これも新たな門出じゃないですか、こっから。新たな門出、門出って、あの、いい時に言うやつじゃない。あんま良くないじゃない？今の現状としては、門出には向いてないんじゃないかい？新たな始まりじゃないですか。まあ、あの、終わらなければ始まらないってやつですね。はい、コロナと向き合っていこうっていう新たな、ね。そういう始まりじゃないですか。向き合っていってんねんけど、ずっとな。な、皆さんも、うん。なんでみんなな、腕出すねん。なんで今みんなこのタイミングで二の腕出してんの。俺最初から出してるけど。え、最強の三人？最強の三人。最強の三人がついに揃った。うん、バイオレンスシティ。まあ、太郎さんだけちょいちょいたまに生首になるからな、さっきから。体急に消えて首だけになる、顔だけになるから。太郎さん多分、だからもうほんまこの世におらんねん、すでに。そうやねん。ホログラム。居酒屋っぽいしな。ホログラムやねん。ホログラムラジオ出てくんな。いや、まあね、ごめんなさい、話変わります、はい、戻しますけどね、世界どうなりますかということでね、はい、まあまあ分からんけども、まあ、まあ。ワクチン打ってってことになってきますよ、それはもうね。うん、やっぱり、ほんまに一回終わるんじゃないですか。はい、うんね、悪い意味でね、ワクチンを、ね、そっからもう一回考える時間、考えないといけない時間でしょう。そうなんですよ、ね、まあ、我々がどうこうは言えない、ね、我々はもうとにかくワクチンを打つことだけを、ね、まあ、はい、やるのみ。あとはオリンピック楽しかったからね、いいじゃないですか、ね、僕は結局クライミングの、15分しか見てないっていうね。まあまあ、でもいい、あの日本最強ですからクライミングは。閉会式も見てないんですよ。あ、 NHK だったでしょ。はい。これ皆さん、受信料払ってるよな、もちろん。はい。見てる人ら NHK。聞き身は払ってないから NHK は見てないという。はい。偉い。
いや、だって当然やん。えらい。これみんな NHK で、うわー最高、閉会式最高、なんやねんってみんないじったりとかしてる人ら全員払ってんやろな。えらい。ひろゆきに言うぞ、俺はちゃんと。うわ、閉会式の時は Uber Eats してました。正しい。稼げるとき稼ごう、はい。だって次の日の朝のニュースとかで見れるやん、切り取ったやつが。まあね。その2時間丸々っつうのなんか。開会式も見てないからな、俺。ただ、あの、スポーツクライミングだけ見た。ほんまに感動した。次は3年後来ますからね、もうあの、スパン。言ってる間にね。だからまあ、また楽しんでみましょう。その時にはもうみんなね、楽しい未来が待ってるんじゃないですか。いい加減なこと言うとんな、また。まあ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 、ということでございました。ちなみに初メールです、はい。あ、初メールですか。ありがとうございます。あ、ほんま、はい、はい、四角い三角さん。前なんかおらんかった？あ、ほんまか。イカ臭い三角さんでしたっけ？あ、四角い三角さんだ。ごめんなさい。どうしたん？あ、いや。じゃあ、ちょっと、はい、俺の大学時代の、韓国語の授業を教えてた女性の先生の真似しようか。なんでなの？今のあなた、ひどく挑戦的でしたよ。何やねん、そいつ、ちょ、待って。ちょ、待って、また、今度詳しく聞かせて、じゃあ、その人。ヤンキーの生徒の顔に指も、刺して、今のあなた、挑戦的でしたよ。急に入ってこうへんから、今度詳しくその人の話聞かせて。じゃあいきなりその人が先生になったからな、急に。分からんねん、その。その前、あの、先生があのセクハラで捕まってもうてさ。やばいって。そうそう。で、急にその人来て、むちゃくちゃ荒くれてて。まあ、そんな話でいいな。荒、はい、くれないという、ね。荒くれないということでね。はい。吉田先生ということで。はい。四角い三角さん、ありがとうございました。ありがとうございます。吉田悟先生ですね。さあ、続いていきましょう。はい。県名、中野。中野、はい。富田林、はい、田中ナイト9歳くんですね。どうも、夏休みやな。夏休み、まだまだ続く。だよね。5年の中野くんと友達になった。その名前ね。中野くんは、僕たちにすごく威張る。いややね。壁の上を歩けるのを自慢する。壁の上を歩けるの？まあ、ちょっと高いとこじゃない？あ、そういうことか、そういうことか、うん。忍者みたいなやつかなと思って。まあまあ俺も歩けたけどね、壁の上。いや、いいです、大丈夫です。そっからジャンプしたら、いいデブやん。失敗して、ボクっつって、あの、膝の骨出てん。嘘やん、いや、押し込んだ。じゃ大怪我やん、そんな。デブやのにジャンプしたから、嘘すぎて。3メートルぐらいのとこからジャンプして、嘘やん。ボクっつって、膝んで、押すグッドみたいな。なんかそんなんさ、ボクっつって。大事件やん。両足。骨出たらさ。押し込んだよ、だから。ギュッギュッまだあの若かったからさ、もうええ、もういい。グッて入れて。もういい、そんな。嘘やもん。骨出たら、だって学校大当てやん、そんな。いや、日曜やったから。あの、放課後、あの、なんていうの、休みの日やったから。その学校じゃないよ。で、近くの、あの、塀のって、もうええやろ。俺は3メートルのとこ上から飛んで。嘘やん、デブやの。ボグっつって。ちょ、もう続けます。はい、続けてください。壁の上を歩けるのを自慢する。はい。5年やから普通やのに。中野くんはライターを持ってて草を燃やしたりする。あ、悪い子やな。カッターナイフも持ってる。ダメだぞ。僕らは知ってる。うん。中野くんは5年に友達がおらん。だから3年の僕らと遊んでる。こういう人な。いや、4年と遊べや、せめて。4年にもおらんのちゃう。1個下ちょっと怖い、ちょっと脅威やったんかな。だから2個下ぐらいに行ったんちゃう。前、5年のやつに泣かされてた。少しかわいそうだ。質問です、はい。分かっていない子に立場を分からせるにはどうしたらいいですか？むずかん、むずない。あの、いや、確かにそうやな。一個下じゃないねんな。いや、俺もおった。おるでしょ、なんか。まあ、本名は言われんからあれやけど。うん、K 君っていう子が、うん、うちの兄貴と同い年やから2個上。はい、あの、よう俺らのとこ来て、要するに、しばくねんな。あの、恐怖政治というか。そういうことね。うん、そう、ちょっとやんちゃなやつをしばいて、で、ただこれちょっとおもろいのがさ、みんなその、俺と同級生しばかれてんねんけど、そのやんちゃな子ら。あの、でもやっぱバカにすんねん。なんでかっていうと、その子は、同学年にハブられてるの知ってるから、まあ、ううみんな殴られて話とか出ても、
ボケーとか言うねん、しばかれながら。お前なんかの相手されてへんねんとか、何やとーとか顔面とか蹴られてんのに、みんな絶対服従はしてなかったわ。おや、おるよね。そういう人やもんな。ね、確か、ちゃんと犯罪者になったと思うで、最後。大人になって。むちゃくちゃやばいやつになってた、そいつ、確か。むっちゃ怖かったもんだって。俺は一回もされたことないねんけど、はい、もう、普通の話できへん子やったな。まあ、ちょっとそういうあれなんじゃないですか。もうすぐ何かあったら飛びかかっていって殴るみたいな。そういう。自分の同学年の人来たらこう頭下げんねん。もうビビって。なんかかわいそうやけどな、なんかな。そうそうそう。わしらその、小学生じゃないですけど、ガソスタでバイトしてるときにもう40歳ぐらい、その時の人が20歳ぐらいの子を集めてなんか、わーって食いよんねん。で、その40歳のやつがもう見た目が、もう光源氏の諸星君と同じ髪型してたからみんなで光源氏って呼んでてんけど。なんでグループ名で言うねん。諸星君でいいやんけ。ほら、その、そういう40歳の人の、なんか同級生の人がガソリン給油しに来てん。なんか、その人はなんか、うん、もうまともな方やねんけど、もともと多分やんちゃしてたっぽい人で。うん、ほら、あ、あれって、あいついつも来んのつって、あ、なんか若い子連れて来るんすよって。あいつむちゃくちゃいじめられっ子やったで、つって。多分そういう人やったやろな、って。俺芝居たろかって言い出して、いや、そういうのやめてください。なんで芝くねん、それを。そこも それも、そいつ普通じゃないよ、そいつ。そんなんな。ハイエースでええねん。ハイエースにむっちゃちっちゃいミニバイ積んでたから、その人。そいつ、キモいな。俺、あいつ芝居たろかって言ったから。もちろん、ちゃんと全部、あれでしょ、オイル抜いといたんでしょ、太郎さん。いや、オイル全部抜いといた、オイルも空気も。ラジエーターも空にしといたんでしょ。ラジエーターも空にした。オイルも空気。ほんで、鼻にワンパンしちゃった。なんで最後芝くねん。なんでそんだけやっといて最後芝くねん。じゃあ何なんそのガソスター。いやほんまやな。変態しかおらへんけ。変態しかおらん。はよ営業停止しろ。ご時世とかじゃなく普通に停止しろ。そんなやつしかおらんやったらな。危ないだけじゃん。そういうやついますよね。そういうね。質問ごめんなさいね。分かってない子に立場分からせるにはどうしたらいいですか。もう言ったらいいんじゃない普通に。まあそうやな。うん。言うしかないよ。うん。まあ一番いいのは、こう、頭掴んで後頭部、ガーンって、床にそいつの頭打ちつけて、わかったかって言うねん。これでいいんちゃう。まあまあまあ、もう力でいくしかないな。俺はそれ先生にされたからな、昔。小学校の時。一瞬でわかったもん、それやられて、俺。かわいそうやな。ええ。これ関節も決められたからな、その後。意味わからんかったわ。なんで関節まで決めんねん。だ太郎さんと一緒、ラジエーターの液抜いた後、なんでワンパンすんねんっていう。鼻にワンパンすんねん。そうや、それもよくないな。まあでもそれがもう、分かってない子にはちょっとそうやってね。まあ、子供がやる分にはいいじゃないですか。その大人がそんなんやってきたらあかんけどね。まあまあ、そうやね。うん。田中ナイト君が子供なら大丈夫です。9歳なら大丈夫です。君とは遊びませんって言うべきですよ。うん。そうですよ。な偉そうにして。ね。ね。ということでございます。はい。まあ、ナイト君。うん。もう夏休みもね。あと半分や。な。頑張れよ。頑張れ。宿題しろよ。宿題、まあ宿題せんでいいとは言わんけど、せんでいいわ。さあ、続いていきましょう。はい。夏菜と風間俊介とファンファンのこと、もっと知ってほしいです。なんも関係性もないやろ。長野県上田市のラブホの和室で10メートル超えのダニが急に発生したらしくて、松本市から1時間半かけて自転車こいで見に行きました。僕は水たまりを引き寄せる体質なので、僕が自転車こいでる後ろを20個ぐらいの水たまりがついてきたんですけど、たまたま大量の水たまりが山里亮太の不毛な議論のホームページを書いていたので、愛子がタクシーで追いかけてきました。なんでなんで。僕はなぜかわからないけど、うん、泣きながら自転車を1時間半漕ぎました。泣きながら。上田駅に着いた頃には周辺は瓦礫の山で、うんうん、巨大なダニの化け物が暴れ回っていました。お、僕はただ口を開けてそれを見ていたら、愛子が少し遅れてタクシーでやってきました。うん。なぜか運転手の顔にカルピスソーダのラベルの柄みたいなタトゥーが入ってました。キモない？アイコはめちゃくちゃ小さいけど、暴風に逆らってダニの化け物に近づいていき、透明ドロップを歌い始めました。
するとダニの化け物はどんどん小さくなっていき、うん、肉眼では見えなくなりました。そこで僕は、うん、これ透明ドロップで合ってるよね。透明ドロップで合ってると思いますよ、はい。そこで僕は透明ドロップは、うん、星野源との別れを歌った歌ではなく、うん、ダニの化け物を小さくするために存在する歌だと知りました。最近ズンポイのお二人は、はいはい、大発見をされましたか？お二人が思い出している間に僕と新立さんで学校あるあるでしょうか。家庭科の女の先生、めっちゃ痛いやつかめっちゃかっこいい人かの二択。そんなこと多分買ったやろ。あるあるか、はい、はいはいはい、ね、じゃあギャルさんにはちょっととりあえず考えておいてもらって学校あるある、ね、最近我々は大発見をした。大発見ね、大発見ね。大発見か。いや、絶対あるな。大発見してそうやな。うん、絶対あるね。まあ、太郎さんも思いついたら言って、ギャルさんも思いついたら言って。ああ。早いもん勝ちやぞ。ああ。ギャルさん行く？大発見ですか？いや、ギャルさんはあるある。学校あるある。俺らは大発見、うん。あるある。ああ、ちょっと俺、これ大発見かな。ちょっとほんまに自覚はなかった、うん、ずっと言われてはいたけど、自覚なかったんですけど、うん、歩いてて、うん、ちょっと大きめのコンビニがあって、大きめのコンビニ、うん、夜ってなんか鏡みたいな感じになるやん、コンビニって。わかる？ちょっと自分の姿見えるん。はい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 、光の反射で、うん、その時に私めちゃくちゃ歩き方キモかってんけど。そんな言われてたけど自覚はなかったん、ずっと。俺めっちゃ言うてるよな、太郎さんに。みんないじってるだけやなと思ってて、俺のキャラで。で、ああ、まあまあ言ってるや言ってるやと思って、パッてこの前横見たらむっちゃ歩き方がなんかこう、なんていうの、なんか虫みたいな歩き方してるけど、なんていうの、なんか虫、なんか虫みたいな歩き方してるけど、何の虫やねん。なんか虫星人、虫星人、虫星人歩き方。太郎さんでもあれやで、2種類歩き方あんねんだ、あなた。まだあんの、虫星人。これじゃあ俺の大発見として言っていい？はい、まだあります。俺でもあれ1回しか見てへんねんな。そう、太郎さん日頃、まあ言ったら、ちょっと、まあ、どっちかというとガニ股系で、あ、そう、なんかそう、変、うん、あの、ダサい歩き方するやんか。まあ、知らんかった。サイズ合ってない靴履いてガポガポ言わして歩くやんか。そうそう、あの、脱げんねん途中で俺、大きいな、から。一回だけ渋谷のライブの時に、はい。ハチ公前向かってる時に、二人でホーム。はい。へーってもうなんか聞こえるようにな、なんか言ってほしいんか分からんけど、ずっとそれ言いながらさ、俺の前歩いてるん、太郎さん、リュック背負って。その時はさ、死ぬほど内股やってんけど、なんなのって、もうね、内股すぎて、歩くたんびにさ、自分の足が自分の足に当たってんねん。へーって言いながら、ずっと下向いてさ、そんなやつおらんやろ。俺がため息ばっかつくな。って言ってんけど、それも無視して、だって、つま先かかとに当たんねんで、自分の毎回。そんなことあの時の内股何やったんあれ、マジで。わかんない、それわかんない。むっちゃ疲れてたんか。たぶんむっちゃバイトした後とは言ってたけど。もう、そんな内股なるわし。うん。それでもそれ一回しか見てへんねん。伝説の一回。その日の帰りはガニ股なってたから、これ何やねんと思って。頭おかしいやないか。取り憑かれてたんか？何者かに。ハチ公に取り憑かれたのかな？へぇー。って言ってた。かわいそうやね。はい。我々の大発見です、これは。ギャルさん、あるある出ましたか？さあ、学校あるある。勝とうよ、ファンファンに。ね。これ勝てるぞ。勝てる勝てる。いけるいける。じゃあ、行くよ、ギャルさん。はい。学校あるあるお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、飛んだ。飛びました。あれ、何だっけ。いいね、飛ぶのいいよ。あ、
2個あって、こっちにしようって決めた方を忘れました。はい、ソニーの巣鴨さんもよう飛んでるからな、ネタ。あれ、変やねん、あれ。何やねん、あれ。シャチの鈴木さんも飛んでたからな、この間。あれも何やってん、あれ。まあでも飛ぶくらいなら、あんまいいやつじゃない。あ、じゃあもう一個言おうとしてた方言うかですね。はい。よっしゃ、まあまあ、これに勝てばいいから、この家庭科の。まあまあまあ、まあ。よう分かる、その。そうやな。そんな。いや、俺はただ、この家庭科の女の先生、めっちゃ痛いやつか、めっちゃかっこいいやつかを二択。俺、これちょっと分かんねん。俺んとこはなんかそんなことはなかったから。あ、ほんま。普通のおばちゃんの先生やった。じゃあ、ギャルさん。はい。学校あるある、お願いします。コンピューター室での授業の時に、マウスのボール取り出して元戻す。いや、わかるよ。これも。あれ、なんで指のアイコン動くんかなと思って、一回外して、ボールだけコロコロしたけど、動かんかったもん、画面。わかるわかるわかるよ。そうかそうかそうか。じわーっとくるね。俺は家にパソコンあったからさ。ね、あ、そう、俺はそう、なかったからね。家でまず試したかな。まあやな、あのコロコロ何やったんやろな。途中からだって完全にあの赤いライトなったもんな。はい、ああ、はいはいはい。あ、そうかそうかそうか。ちなみに、うちの中学校、パソコンの授業ありましてね。はい。川名っていう、はい、川名、もうフルネームで言う川名淳二っていう子がね、はい、しょうもない漫画ばっか、絵ばっか描くからペイントで、うん、先生切れて、うん、わーって追いかけてたら、うん、そう川名が、そのパソコンの机に乗って、うん、そのまま逃げて、でそれを先生も乗って逃げて、すべてのパソコンの机走り回ってた、先生と、川名が。じゃあ、おもろかった、トムとジェリーみたい で。その先生はなんか非常勤で急に来たむっちゃ若い先生やったからさ、イケイケやって。で、川名はボクシングやしたやつやったから、むちゃくちゃもうスピード速いね。うん、みんなイケイケイケバーって走って。ちなみにこの川名の伝説なんですけど、うん、川名、スプレーで落書きするやつやってね、マジに。JK 三条って書くねん。いや、出さない？川名淳二やから JK って、テンパやからテンパのキャラの絵描くねん。それがほんまにさ、いろんなとこにあったわ。ここも JK 来てるやんけっつって。川名淳二。川名淳二君、元気かな？めちゃくちゃ危ないやつやったわ。しばきまくってたな、人。やばいやつやろ、そ。ボクシングやって人しばくってやばいもんな。やばい。ということでございましてね。ありがとう。学校あるある、いい勝負でした。はい。いい勝負でした、本当に。はい。あの、痛い先生は、うち、高校の時、あの、男子校だったんでね。はい。むちゃくちゃ若い女の先生やって、家庭科の、はい。はい。なんかやっぱ音がはべら、男をはべらかしてたな、周りに。ヤンキーっぽい。やばいやつやな。うん。まだ25、6歳やったからな、先生。まあ、そう、まあ、そっか。ええ女でした。まあ楽園のようなもんやな、その人からしたら。ショートヘアでね。あ、いいじゃないですか。なぜか白衣着てました。いいじゃないですか。うっさい男どもやな、つってたで。リシュやな。絶対痛いやつやんけ。まあ、それは痛いやつやね。ということでございました。はい。ファンファンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ファンちゃん、ありがとう。さあ、続いていきましょう。はい。件名、ワンピースラジオ VS、ペラチオ・マ・ゼガルガ。何？どういうこと？何ですか？じゃあ行きますね。はい。ズンズンポイポイさん、シンタデさん、はい、僕は寂しいです。何が？最近の喧嘩ラジオでは、主に太郎さんから尋常じゃない量のワンピースの話題が提供されていますが、尋常じゃない量。いや、確かにすごい。山積みやな。僕はワンピースをちゃんと読んでないので、ワンピースの話題で盛り上がると寂しいのです。悲しみマークあります。はい。仲良しグループの友達が僕の知らない他校の人の話で盛り上がってる中、話に入れずオロオロしてたあの時の記憶が蘇ります。そこでこのワンピースラジオを僕の大好きな金色のガッシュラジオに変えたいと思います。そのためにはまず金色のガッシュの第1話を
喧嘩ラジオの皆さんに試し読みしていただきたいです。喧嘩ラジオの皆さんがこの世の第1話史上最も面白い金色の合衆の第1話を読んだらきっと面白すぎて全巻を即購入してしまうと思います。面白すぎて全巻購入してしまった皆さんは全巻をその週のうちに一気読みして、来週からは僕の待ち望んだ新立亮とズンズンポイポイの金色のガッシュラジオが放送されると思います。はいはい、そのラジオではワンピースの考察は一切せずに金色のガッシュの一番超えたバトルや最強のキャラクターについて熱く語り合う皆さんの姿があると思います。そして放送の最後にはこんなに面白い漫画を教えてくれてフェラチオさんありがとうとみんなで言うと思います。最強に面白い喧嘩ラジオと最高に熱い金色のガッシュが合わさったら銀河最強の金色のガッシュラジオになると思います。来週の放送が楽しみです。はい、ありがとうございます。ガッシュベル見て見ました。1話史上一番面白いのはシグルイやからな。いや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 。いや、この世の漫画で一番1話がおもろいのはシグルイやからな、マジで。いや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 、シグルイを超える1話はないから。いやいや、あるよ。あるよ。何フェラチオ、まあ、ゼガルガさん？はい。技名やろ。フェラチオオルゴールさんですね。もんな。いやいや、ニコルオ、まあ、ゼガルガっていう技があるんです。あ、ギャルさんはじゃあ見てんの？ガシベル。全部見てます。ああ、どう？ 1 話、漫画史上一番おもろい？漫画史上1かはわかんないです。ほら。漫画史上1位はシグルイやって。いや、おいしんぼやろ。いや、おいしんぼなんて、だって1話完結やろ。次、どうなんねやろとか思ったことないやろ、1回も。1話完結やから。2話どうなんねやろ。誰か死ぬんかなとか思わんやろ。はい、そんなんじゃない。シグルイの1話はもうすごい、えぐいから。そうですか？だって1話がだって、ああ、まあ言わんとこ。ああ、そうやね、そうやね。そうやね。興奮してもう読むしかないもんだって。そう、シグルイなんて1話読んでもうたら読むしかない作りになってんねん。でもガッシュベルもそうってことじゃない？この人の言い方からしたらね、ガッシュも。いや、でもギャルさんがもう冷たい目になってるさっきから。そう。1話で言ったら暗殺教室とかじゃないですか。ああ、おもろい。暗教？暗教は読んだことないからな。バスタード、エロかったの覚えてるけど。1話から。あれはもうだから、1話とかじゃなくて、15話ぐらいから見ていきたいね。ようこさん出てきた頃ぐらいから見たいね。なんか毒が入ったっつって、お股からすなんか描写あって。もう最後の方、おっぱい出してるからな、普通に。おっぱい出して、行くって言ってるからな、最後の方。ルーシェ君とかそんなんやったっけ？ルーシェ君おった。そんなんやね、そんなんやね。俺もあんま覚えてへんけど。そうか、ガッシュはね、僕あんま知らないの。オープニングテーマしか知らないんで。まあ、キャラかわいいのは覚えてるよ。かわいいね、うん。で、横に高校生みたいな人がおるよね。なんか、普通の青年みたいな。あ、ほんまや、そうや。あれ、馬みたいなのおったよね。なすみません。あの馬かわいいよね。かわいいですね。ガッシュとハガレンがいつも一緒に思ってしまってて。全然違う。ハガレンはもうなんか、でかい鎧のやつ横おんねん。ハガレンも。あれ弟。あ、でも、ハガレンも一話面白いかもしれない。ハガレンも人気あったもんな。あれは一部か、一話ちゃうか、一部か。テラフォーマーズも一話おもろいなと思って。あ、一話おもろいね。ね、あれすごいよな、一話。一話でどんだけ引きつけれるかやもん。いや、それ言い出したらあれやん。いや、あれ、アイアムヒーローの一話やばかったよな。アイアムヒーロー知らないっすね。あれ、だって芸人の中で、その当時大阪おったけど、やっぱむっちゃ話題になったもん。うん、あー、じゃあその。あれ、2話どうなんねんってみんななってたもん。じゃあ待って、ガッシュベル絶対1位ちゃうやん。絶対1位ちゃうねん。ガッシュベルの1話すごいって聞いたことないもん。そうやな。うん。1位ちゃうやん、絶対。そうやねん。じゃあもうこれもう、もうこの話積んでますやん。はい、積んでます、これ。だっていっぱい出てきたもん。まあ、でも読んでみようかな、そんなにおすすめしてくれるんやったら。いやでも逆にじゃあ、めちゃくちゃ面白いです。アイアムはヒーローとかの1話を見てほしいね、じゃあ。アイアムヒーローの1話、えぐいよ。おもろいんや。まあまあ、1番はシグルイですけどね、それは変わらず。ナルトの1話はどんなやったっけな。ナルトの1話はそんな普通か。普通じゃない。普通ですね。普通か。ナルトは普通か。なんか、キュウリが入ってるから。ああ、そっかそっか、そういう村。先生が騙してみたいな。イルカ先生が、ラーメン先生って言ってくれるぐらいか。はい、薄い醤油ラーメンみたいなな。そうそうそう。昔ながらの。いや、味噌ラーメンだった。
あ、ミソノダ。そうなんや。さすが。ナルトなったらやっぱギャルさんグッとくるな。キュービー？グッとキュービーね。じゃあガッシュベルはごめんなさい、1位じゃないという。1位じゃないというのは確定しました。すいません、申し訳ない。ごめんなさい。ごめんなさい、ね。ジョルボールさん、申し訳ございませんでした。さあ、続いていきましょう。言ってる人聞いたことないもんな。おもろいとはよく聞くよ。ガッシュベルが。めちゃめちゃおもろいです。おもろいめちゃくちゃ好きです、ガッシュは。一話が漫画史上最その漫画オタクとかが集まる番組とかでも見たことないわ。それ出てきてないわ。ガッシュベルは悪いけど。進撃の巨人とかもあるしな。あ、進撃おもろいや、一話な、うん。すごいやん。ガッシュベル。ごめんなさい、申し訳ない。ね。いじったんだよ。すまん、そうよね。そらすいません。エラチョーさん何も悪いことしてへんやろ。すいません。すいません。はい、デブやからか？いや、まあ、デブやからいじってんのか。はい。絶対許さんだ、それは。すいません。はい。俺はエラチョーさん守るからな。いや、ちょっと、君もバカにしてないな。俺の虚速で、すべての弾丸弾き返すからな。虚速と虚速で俺に攻撃してくるんちゃう？虚速と虚速？うん。二人、フェラチオさんの虚速。フェラチオさんも虚速な。おそらく虚速。ダブルドロップキックっつって、タロの頭爆発すんで食らったら、フットバンド外れんねん。ええわ、もうそんな話。はい。行きましょうよ。続いていきましょう。はい。懸命、チンポの先から精子出す。何やねん、これもはい。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 そういうことね。あるある探検隊。はい、あるある探検隊。はい。チンポの先から精子出す。はい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 。アホや。この間ラジオから流れてくるのを聞いていた際に気づいたのですが、え？はいはいって掛け声は、英語の HIGH、はい、ではないのでしょう。ないのでしょう。テンションが上がってはいになるのはいと、はい、日本語の掛け声であるはいを掛け合わせたのでは？どうも、このような無駄な考察を垂れ流すラジオを始めました。JP でございます。そうだね、JP ね。もう始めたの？もう始めたの？教えてよ。もしだったらな、告知とかしたいし。そつけ。上記のようなアホな考察はこの場をお借りして発表しただけです。はい。本当は、怪異、怪談、UFO、宇宙人などにまつわるオカルト系体験談、事件、事故にまつわる不思議な話を身の回りの方々やリスナーメールにて募集をし、それらについて話すことを主とする番組を制作しております。はい。一応普通の簡単なコーナーもありまして、1、思い出探偵団、うん、昔見た番組の内容が印象的だが、はい、番組名が思い出せない、はいはいはい、昔一度聴いただけなのに、はい、頭から離れない歌があるが曲名がわからないといったリスナーの記憶の隙間を埋めるミニコーナー、2、裏町歌謡曲、ヒット曲の陰にこんな歌がありました、老若男女誰もが一度は耳にしたことのある昭和の名曲、うん、いわゆる昭和歌謡の名曲の裏でひっそりと発表された知る人ぞ知る名曲にスポットライトを当てて歌詞やメロディーの良さや深さを伝えるコーナー、おこんな感じでぼちぼちやってます。ああやってんねや、ちょっと聞いてみよう。言ってよ、告知するから。どつけ。ダーボ。それと最近昔遊んだ PS2 のゲームソフトを中古で買ってはプレイしています。ああ、はいはいはい。発売当時は定価数千していたソフトが、うん、今じゃ中古だと110円で買える時代になって嬉しい限りです。ブックオフかな？ああ、そうかそうか、ブックオフ安いもんね。もう去年で PS2 発売20周年ですからね。そんな経つか。そんな経つか。質問。はい。発売された当時はアホみたいに高かったのに、今となっては二足三文になってしまったもの。はいはいはい。発売当時はそこまで高くなかったのに、今買うとプレミアがついていて手が出せなくなったもの。このどちらかはありますか？お三方お答えください。うん。ゲンカラジオネーム、うん、こんちは JP、お昼ですよ。以上。というふうにね、はい。PS2 20周年か。何やった PS2 最初。俺は、覚えてる。あれ、どうでした？あれ。1じゃないで。PS2 やで。うん。2、車のやつ。どうでした？グランツーリスモ？あ、そう、グランツーリスモ。あ、ちゃうわ。リッチレーサーか。いや、リッチレーサーは買わんかんで、グランツーリスモの方にしてん。俺、リッチレーサー先やったわ、グランツーより。
フランツを PS2 ですごいのが綺麗になるってことで。え、ちょっと待って、PS2 って最初に出たなんや？グランツーリスモ。あ、リッチレーサーか。リッチレーサー。リアルに。と、あと、何やったかな、PS2。うん。それ買って、あとはあれ、あの、ドラクエの4もさ、PS2 じゃないと、復刻のやつがあって、それも買った。多分。4 PS2 で出てないっしょ。いや、5でしょ。4。5でしょ。いや、4 PS でしょ。PS1 でしょ。PS2 じゃないとできへんねん。ちょ、調べていい？いいよいいよ。どうぞどうぞ。だって買ったもん、俺だから、鉄。ドラクエ4。4、2個ぐらい復刻してんちゃうかな。あ、じゃあ PS でも出てるってこと？わからん、でも PS2 やったはず。PS でしょ。ドラゴンクエスト4でしょ。5の復刻は2で結構経ってからっすよね。DS も出てるわ。そうそうそう。復刻でええんか。はい。プレステ2でいいんじゃないですか。あ、そっか、PS2 で調べたらいいか。なんかでも俺それで。PS、あ、あるっぽいな。はい。ドラゴンクエスト4。そう、なんかそれで買った。いや、PS で出てないっすね。あ、PS2 で出てないっすね。PS2 でしょ。いや、PS1 ですね。じゃあなんで僕2でやってたんですか?2 でプレイできるんじゃないですか。2でグランツーリスモとそれ借りましたよ。5ですね。新聞配達で貯めたお金で。いや、太郎さん、プレステ1っすね。じゃあなんで僕は2を買ったんですか？いや、だから2で1できるタイプのやつ買ったんでしょ？でかいやつ買いました。でかい2。いや、あるんかな？俺が見落としてるだけ？はい。え、むっちゃ高い。今、いや、プレイステーションやわ、やっぱ。多分プレステですね。うん、2万7000です、今。高っ！はい。PS2 で出てないです、太郎さん。たださん、5ですよ、多分、PS2 は。わかった。あー、はい、今、パラレルやわ。パラレル言ってたからや。いや、弱いですって。あの、気づかんうちに、自分が違うパラレルがそっと移動してることあって、はい、俺がおったパラレルでは PS2 出てて、で、今は、俺がおるこの世界塾、まあ、みんなが聞いてる世界塾は、PS1 で出てたやつやわ。そういうちょっとしたパラレルがあんねんって、世の中に。ないっすよ。それやわ。5でしょ、勝ったん。ゆえ、5やろ、買ったん。PS2 の5やろ、言うてみ。いや、実は話してるときにだんだん思い出してきたんですけど、2は5でした。でも俺も音さ、俺も音が弾くわけにはいかん。いや、弾け、そこは。この時間返せ。俺も音が弾くわけには悪い。俺も男や。弾くわけにはいかんのや。やらなあかんときがある。負けてるからな。時間だけ使って負けてる。ねえ、JP、こんなね、コーナーやってんね、YouTube やってんねんたらね、言ってくださいよ、告知するし。いや、それも俺に任すやつやんけ。告知するしな。俺がなんか言わな、終わらんやつやろ、それ。言ってくださいよ。アホみたいに高かったのに、今となっては二足三毛になったもの。足切ってくれた。はい。それかその逆ね、発売当時は高くなかったのに。まあ、今、まさにそうやん。まあ言ったやん。ドラクエ2万7000なんすよ。なんでそんななってんの？多分俺実家にあるぞ。いや、俺もあるで。俺持ってんもん、実家に多分ソフトめっちゃある。PS2。いや、でもこれ、多分ネットで買って値段上げてるだけの可能性はある。あー、そういうことね。うん、あれとかもある。なんか、あれ何やったの？忍者みたいなんで、なんか、こう、ミッションクリアしていくやつ。何やった？忍者ガイデン？いや、なんか、入らんかった？なんか、ああいう。あれか？何やったっけ？影の伝説じゃないわ。天中。なんか。あ、天中、天中。あ、天中。天中。天中なんか今も出てるやん。あ、そうね。うん。天中1持ってるで。2も。いや、110円じゃないか？え？俺、下手すぎてどっちも1面でクリアできへんかったから、やめて。ほんでまた2買って無理やったからやめて。まあ、見つかったら終わる系のゲームやからな。じゃあ絶対メタルギアソリッドもできへんやん。そうそう、それ系苦手やねん、わし。デビルメイクライとかもダメっすね。あー、結構。あ、でもデビルメイクライって言うたら連打ゲーみたいな感じじゃない、はい、連打ゲーって言ったらあれやけど、アクション。あ、カルチャーブレーンが出してるゲーム、基本的に多分全部高いで。
何それカルチャーブレーン。飛龍の剣とかさ。ああ、はいはいはい。そうそうそう。あと確かね、カルチャーブレーン系はめっちゃ高かったと思う。俺、あの、ほら、古書専門店で働いた時期があるからさ。はい、詳しいやね。うん、いや、その飛龍の剣とかも苦手で、結構僕、できるゲームがやっぱ結局限られてて、得意なんがやっぱ、一番得意なんが結局スパロボやった。まあまあまあ、俺あれあんま好きちゃう。めんどくさいけどな。スパロボが一番好きやった。シミュレーションめんどくさい。じゃあ、ちょっと、あれ、アホみたいに高かったのに今やったら安くなってる。まあ、それこそあれじゃない ?PS4 のソフトって全部そうじゃない？ ああ、4は俺知らんねん。買った時さ、7000、8000すんのにさ、はい、もう、ちょっと経ったらさ、あっという間に値段下がるやん。そうか、そうか。あの、ダウンロードコンテンツが入ってるゲームってさ、はい、もうコンテンツ使ってもうたらさ、もう用なしみたいなとこあんのよ。はい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 。うん、スコーンと値段下がるからな。はいはいはい。ああ、俺そ、4とかまではもう知らないんですよね。じゃあプレミアついてるものだけ一人一個ずつ発表して次行きましょうか。ああそうやね、プレミアついてんのはあるよ、うん、絶対持ってへんくてもいい。要するに手が出なかったものっていうふうに JP 送ってくれてるんで、あれがあんな値段になってんねやって。僕これついてんのかな分からんけど、実家にあるんやけど、グーニーズのファミコンソフトあるけど。おお、ついてんのかな。どうだ、あんなんつかんか、グーニーズのファミコン。いやまあでも箱とかあったら変わってくるんちゃう。箱はね、箱あるやつはあれ、あのヨッシーの何やったっけ、ヨッシーのこうゲーム何やった、パネポン、ヨッシーの卵やったかな、なんかなんかヨッシーの卵、ヨッシーのクッキーってありますけど、ヨッシーの卵の方は多分箱付きで家にあるんちゃうか、実家に多分。マリオカートが確かまあまあ高かったよ、箱付きで5000円とかで売ってたよ。ドラクエ6も箱付きであるんちゃうかな。昔のそういうカートリッジ系のゲームはね、やっぱ箱説明書ないと値段がね引くぐらい下がるからね。箱も説明書もないけど、ウィザードリー4があるけどダメですか。いや、わからんよ。わからん。ああ。そうですよね。ヤルさんは？結局、手に入れたんですけど、もう、漫画で、ウルトラマン超透視列伝っていう、ほう。なんか、ウルトラマンが、バチバチにアーマーとかつけて武器とか持って戦う。知らん。あの漫画があるんですけど。漫画？それが、なんかオリジナルアニメーションがツタヤかなんかにあってちっちゃい頃見てて、うん。それを漫画であるって知ってほしいってなったら、一冊6000円とかするんです。プレミアつきすぎてて。うん。で、うわ、手出ねえって思ってたんですけど、うん、なんか、リメイクで、最近のウルトラマンたちで、同じ漫画家さんが描き始めたのをきっかけに、完全版としてリメイクがまた出て、はい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 、安くなって、まあそれでも一冊1000円ぐらいしたんですけど。すごいね。それでやっと揃えられたやつは。お、知らないっすわ。昔の漫画、すごいよね。ボンボンとかで、あんまり多分出てない、はいはいはい、世に出回ってない、買って。うち、うん。実家は多分、プレミア系の漫画むちゃくちゃあるよ。親父がその、水木しげる先生の漫画、だいたい初版で買ってるからさ。ああ、そう、そういうのちゃう。まさにじゃあ、初版で買ってるから、なんかね、妖怪図鑑とかあんのよ。うん、一番最初の。もう多分ね、はい、ボロボロになっちゃってるから値段つかへんかもしらんけど、綺麗やったら多分、めっちゃ高いと思う、うん。そういうのちゃう？あと僕、アイコの CD、あ、はいはいはい、250円で買ったやつを売りに行ったら、6000円になったから。何？そうそうそう。実はそれ、プレミアのやつやったっていう。あ、結構そういうのありますよ。みんなね。うん、じゃあ、あ、僕、これプレミアかわからんけど、モーニング娘。の、エロ漫画のシャイニング娘っていうのを持ってたけど。それダメです。エロ漫画エロ漫画でシャイニング娘っていう。漫画になってんの、モーニング娘が。もう漫画の誰が勝手に書いてるのか知らんけど、シャイニング娘っていうのは家にあったけど。そんなもん D、D じゃそんなもん、D。D、あ、D ランクってことですか。お、ブックオフで言う D ランクやから0円じゃそんなもん。タロヤンが触ってるやつやからね。きしょいな、お前。行為中にこう触ってるやつやからね。きしょいな、お前。へへへ。黙っとけ。すいません。はい。ちょっと、左半分消えたもんね、お前、体さっきから。気持ち悪いな。出てくんな。悪空間から急に出てくんな、ヘラヘラして。
あ、空間におれちゃんと。ということでございました。ジェッピーさん、ありがとうございました。はい、頑張ってください。さあ、続いていきましょう。県名、ギャル猫。ん？喧嘩ラジオ長いみたいな話あったけど、時間短くするよりも、切り抜きとか力に入れて、切り抜きとかに力入れてや。ツイッターで固定ツイートしてるだけで満足してるみたいけども、よく出てくるワードの元ネタになるエピソードとか、まとめといた方がええで。正直俺は今、過去回ダラダラ1から聞いてるところで、ギャル猫がなんでギャル猫なのか知らずにギャル猫って呼んでます。マジで。というふうに。あ、初めてじゃあ送ってくださったことか。お前、ありがたいね。ね。新しい方の意見とかもこう聞きつつね。そうっすね。固定ツイートしてるだけで満足してるみたいやけどもってひどい言われようやけど。いやでも何の話なん？ツイッターで固定ツイートしてるだけで満足、固定ツイートなんかしてる？前に切り抜きを集めるから、うん、切り抜き作りたいから好きなエピソードとかあったら教えてくださいみたいなのを固定ツイートに俺のツイッターが、あ、一番上に出てるってことか。はい、はい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 、厳しいこの人。いや、そうっすね。勝手に、ケンカラジオでもつけたろうや。おう。いいね。じゃあ、俺つけていい？あ、いいよ、どうぞ。ダラシンカプセル。ダラシンカプセル俺、ダラシンカプセル飲んでブツブツ出たからな、体に。あ半年治らんかって。ダラシンカプセルさん。この人、ダラシンカプセルや。ダラシンカプセル。いや、まあまあ、でも、こういう意見もね、そうですね、聞いていってね、成長していきましょう。じゃあ、ダラシンカプセルさん、また気づいたこと送ってください。そう、で、またなんか、普通にメールとかコーナーもください。まあ、ダラダラ聞いてるとかやから。その時は、ダラシンカプセルで送ってください。嬉しいです。ね、ダラダラ聞いてるとかやから、今回のいつ聞くんか分からんけど、ダラシンカプセルになりました。あなたは。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたはダラシンカプセルです。ありがとうございます。ちなみにダラシンカプセルでブツブツ出て、うん、違う病院とか行って、あのお薬手帳ってあって、はい、ダメな、今まで反応出た薬とかありますかっつって、ダラシンカプセルっつったら、それ何ですかって言われんねんけど、ほぼ3つぐらいいろんな病院行ったけど、すべての病院それ何ですかって言われてんけど、そうだからもうやばいやつや。ねと親父にも言われたから、ダラシンなんかカプセルあるかって言われて。俺人体実験されたんだ。されてたよ、絶対そうや。むっちゃ怖いわ。本来飲まないですよって言われたもん。新ウイルス飲むものじゃないって言われたとこもあったからな。怖いですよ。むっちゃ年いってる先生に聞いたことないねって耳かかれたときビビったな。耳ほじくりながら。違うパラレルから来た可能性もあるな。なんて？違うパラレルから来たんちゃう、もしかしたら。えって？はい。やめ、すいません。君は PS1 のドラクエをやったってことや。いや、覚えとけ。あれは PS やってんけ。まあまあまあ。まあ、こういうもんや。なあ、こういうもんや。うるさいな。ということでございました。では続いていきましょう。懸命、気候法とかいうリスクの割に結果残さないクソ技。うん、いや、まあまあまあ、まあまあまあ、そうやけどな。まあな、血管浮くだけやからな、あれ。セルフフェラーを成功させるためのヨガ教室があったら流行ると思わんかね？なんやねん。体重かけるスピードかける握力イコール破壊力ならば、チンナガかける柔軟性かける吸引力イコールセルフフェラーってなもんでしょ。背中で語る男たち、勃起の母で男たち、拝ませてやるぜ、シコメンツ。あ、大体誰か分かったぞ。どうも、チンズリ組2代目組長、畠山大根です。組長。ちなみに初代は、アルチューカラカラさんです。あ、いつかい。アルチューカラカラさん、しばらく動画投稿しないですけど、マジで死んでません？心配かも。非常に飲むからね。あの、アルチューパウダーっていうのを作ったからな。むっちゃカラバシ入ったよ。ただ辛いだけ。いや、それはもう危ないって。それをハイボールに入れて飲むからな。もう危ないって。さて、私はよく自分がプロレスラーだったらどんな入場曲で入場するのかを妄想したりしたす。したすってね。したすってな。したす。お三方がレスラーだったらどのような曲で入場しますか？新立さんに余計な仕事を増やさないように著作権に配慮してオリジナルの曲でお願いしますよ。オリジナルの曲？え？私はどうなのかって？ふうふう、もちろん
音声を送らせてもらいましたよ。 お手数かけますが再生の方よろしくお願いします。喧嘩ラジオネームアンナルスープレックスさん、ミホークが初登場した時に乗っていた小さい船から送信、あんな小船であの後絶対し普通やったら死ぬもんな、あの船のことしな。そうやで。あ、音声あると、あると、ちょっとじゃあ聞きますか。はい、これか。オッケーオッケー。じゃあちょっと入場曲、ね、音量マックスにして。はい、じゃあ行きますね。はい、曲竹山のオリジナルどうぞ。再生するかも。いや、やめてやる、中からから俺ややこしかった、今のが入ってたと思われたら嫌やな。そうやね、そうやね。はい、ドル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 ドこっち亀のエンディングじゃないこれ。小学生やね。ああ。こっち亀のエンディングじゃないこれ。一応なんでしょう。こっち亀の所ジョージさんが歌ってたからやったよね。なんかあったけど。ドゥルッドゥッドゥー、ドゥルドゥドゥン、ドゥルドゥンってやつなかったっけ。それやん。いや、わからん。亀有の星がくるりと輪を描いたって言った。わからん。知らん？覚えてないさ。まあでもまあ。ジュルドゥーっていうのはやっぱこのプロレスでやっぱいりますから、ね、あるあるなんよね。ドゥ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 とかでもいいっすね。ああ、僕はわからないっすね。じゃあちょっと、じゃあ一人一人じゃあ歌っていきましょうか、最後ね。それぞれの入場曲。僕わからんからとりあえずいいっすか、自分。じゃあ太郎さん行きましょう。もう待ってこない、ね。あ、じゃあ俺があの、あお、じゃあ、俺が言うから、うん、その後じゃあ曲頼みますね。うん。この男が帰ってきた。アメリカ武者修行から2年。太郎入場。テレレン、テテテンテン、テレレン、テテレンテン、テンテテン、テンテテン、テンテテン、テレレン、テンテテンテン。はみこいな。何やねん、てるるんって、タラリー鼻から牛乳のファミコン版みたいな。この感じじゃ分かんない。あ、それ、ウルトラマンクラブの負けた時やんか。ウルトラマンクラブ。てるる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 る破竹の13連勝。この男に敗北の2文字はあるのか。すごいぞ。新立亮入場です。海外レスラーみたいな。みたいなやつ。ちょっと渋めのね、はい、イブシギン、海外のイブシギンみたいな。はい、これきついな。これマジで。いや、もう。はい。じゃあ、ザーさん、僕らそのアナウンスとかも自分でできないんで分からないから。いや、振ってくださいよ、ちゃんと。いやいや、じゃあやりましょうか。はい。いきますよ。とうとう、この舞台にあの男が来た。日本一の巨足、ザ・オノ。テケテケテ、テテテテケテケテ、テケテケテ、テテテテテケテケテ、テテ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 イバナみたいなね。ポッピーさん。動きポッピーさん。動きポッピーさん。動きポッピーさん。
みんなファミコンやったな。みんなファミコンや。すみません。まあでも、ザーが一番まだ楽しく。だから、アナルスープレックス2人でやれ、これ。2人で自分の入場曲。俺はそこまでそんなよくわからんから、その。恥ずかしいだけや、こんなもん。ね。ということでございましてね。あいつ、アホやで。いや、アホやで。まあ、何べんも言うけど、こっち亀のエンディングやん。ちょっと、ところジョージ、こっち亀エンディングで皆さん、じゃあ調べてもらって。しかも、あの、最後、あの人やったっけ、柴田亜美さん。じゃあ、柴田、あの人、久本雅美さんと仲いい。柴田理恵さん。あ、柴田理恵さんや。柴田理恵さんが最後、歌で出てくんねん。ところジョージが、これでいいかみたいなこと言ったら、言い訳ねえだろって出てくんねん。何やねん。いや、あったような気がする。あったやろ。カメアリの星がぐるりと輪を描いたって。むっちゃローテンションで歌ってんねん。ドゥドゥッティードゥドゥッティードゥって、絶対それやん。いや、それやな。うん、それやわ。皆さん、それでした。はい。何がオリジナル？ございましてね。アナルスープレックスさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけでございまして、はい、以上で本日の、おめめすべて終了ということで、喧嘩ラジオもこれで、本日終わりということでございます。数時間後にはギャルさんがアップしてるという。そう、もう今からすぐやらないかんから、逆に。過酷なね、時間でございます。はい、すいません、すいません。ありがとうございます。もう今日は喧嘩なんか知る場合じゃないですよ。もうギャルさん今からすぐ編集しないとダメなんでね。今日はじゃあ、このまま、ね、終わりましょう。こう、喧嘩がない日もいいじゃないですか。どうも。ありがとうございました。くそやろ、お前。はい。やりますかお前。何ですか、何なんですか。チラ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 お前体の半分消しやがってさっきから。綺麗にお前服の部分だけ消しやがってさっきから肌色だけ残してさ、喧嘩なんかしてる場合じゃないですねって言った時も生首やないかずっと。お前だけなあれやねん、さっきからみんなこう腕まくって二の腕出してるけどな、お前だけなんかわからんけど、あの黄金属みたいな感じやな。海賊むっちゃ弱い海賊みたいなずっと。何が弱いねん、強いやろ、わしやぞ。わしやぞちゃうねん。やっと顔直ったな。やっと顔直った。なんで終わりかけの頃に顔直ってんねん。恥ずかしい。すいませんでした。顔パンでね。セックス。セックス。顔パン。ね。暴行。顔パンセックスということでね。顔パンセックスということで今日はね。ありがとうございました。はい。なんか、どっか切れるとこなかったかな。ないか。入れるとこなんかあるか。お前の体じゃ切れてるところは。ええかげんせえよ。出てくんな。ちょっと腕でかなってるやんけ。で、出てきたとき腕でかなって。いや、細腕。もうええねん、それ。お前、セルに刺された後の手か。ピッコロの、キモいの。もうええわ。ありがとうございます。セルに刺された後ぐらいにね、継続してくれたら面白いと思う。指定すんな、お前が。面白いと思います。じゃあ飲むな。